久保さん、今回、自分の思う流れに沿ってにしましょうか。自分が思う流れに沿ってと。<laughs> まあ、あのー、まあ、久保さんのね、おそらく久保さんの顔の流れのようにっていう話は、まあ、多分まあまあ正解なんですけど、まあ、わないとね、面白くないので、まあ、もし久保さんの、えー、なんだろうな、えー、話をみんなが、えー、取り入れて、じゃあ飲食店、 終わりだっつってねやめたら僕たちは飲食店で美味しい焼肉とかお魚料理とか、まあ、何も食えなくなるってことですねだから作る人がいなければ食えなくなるってことですねまあもちろん自分でね料亭修行してね分かんないですけど自分の家でね魚仕入れてね自分でさばいてねなんか料亭みたいなね作れば分かんないですけど <laughs> まあホ,ホテル業とかもね じゃあ、そのホテル業の人がいなくなったら、ホテルに行って、ちょっと違う雰囲気を楽しむとかもできなくなっちゃうし、だから結局、なんだろうな、自分はこうしたいっていうところじゃないですかね、本当の答えがあるとするならば。時代の流れはそうなんだけど、自分はこう行きたい。おいしいラーメンをね、作りたいとかね、おいしいそばを作りたいとか、そういう思いがあるんだったら、その思いの、 流れのままに生きるっていうのが、まあ、人生なんじゃないかなと思います、うん、多分久保さんは、ま、俺の麻雀店を日本一にするっていう思いだったりとか世界に羽ばたくとかね分かんないですけどそういうのはなかったんじゃないかなと思うんですよね分かんないですよそれは久保さんしか分かんないですけど広島一の麻雀店にするいや日本一の麻雀店にするという思いがもしあったとするならば多分やってたかもしれないですね うん、でも久保さんはマージャン店を日本一にするより自分がどう生きたいのかっていうところを優先にしたんじゃないかなっていうのが僕の考察ですね。うん。多分何か何を思うかじゃないですかね。うん。まあその思いの強さが強ければ多分、あのまあそれしんどいですよ。めちゃめちゃくしんどいかもしれないけれどもまあ乗り越えていける部分もあったんじゃないかなと思いますね。 うん、実際にじゃあ全国のマージャン店でうん全部がうまくいってないのかっていうわけでは多分ないと思うんですよ。うんまあなんだろうな全部マージャン店経営したら全部の全国のマージャン店が全部赤字とか多分ないと思うんですよ。確実に何かうまくいっている店舗はあるだろうし経営の仕方はあるだろうしマネージメントとかあのー、多角かいろいろあると思います。で 多分その飲食店に比べるとマージャン店って、まあ、そのうん僕経営したことがないんで分かんないんですけど飲食店に比べると何だろうな宅があってじゃあ灰があってね、あのーまあ、それだけなんですよだだどうやって多分集客するのかどうやって客単を上げるかでもそこに対しての,そのコスト的な部分ですよねまあ店舗代はもちろんどこの店舗もかかるんですけど 要は飲食店の場合はこのものを提供する上で仕入れが必要なんですよ。ただもう宅とこの入ってもう多分もう一定ですよね。なんか一日一日灰を新品に変えるとかね、宅を新品に変えるっていうのは必要ないと思うんですよ。だこの前僕そのリラックさんを直,直営店で600店舗やった人、今 YouTube 出てるんですよ。出始めて結構こうガンガン出してるんですけど。 ガンガンではないですけどね。忙しい部分もあるんで。出てきたなぁとで、ね。250億ですよ。<laughs> すげえなと。で、僕、店舗ビジネスのことを気嫌いしてたんですけど、あリラック、確かになと。リラックって、あの、まあい、すみません。飲食店とはちょっと違う話になっちゃうんですけど、確かに安いけど、提供するものって、あの、サービスを提供するのって、この腕、 指一本やなと思ったんですねあ確かに、ね、安く提供してるけど、まあ、利益上がるなみたいな飲食店より利益上がるなでその社長さんがやっ言うかあの、まあ、何本か見たんですけどやっぱり利益ですよねどうやったら利益が出るのかっていうのを常にやっぱ考えてたんでその飲食店の話に関してもなんかしてたんですけどどうやったら利益が上がるかっていうそこのそこをすごく考えてたましたね、うん、だから 僕、あの、どうやって儲かってんだろうなと思ってて、あんま、まあ、そもそも店舗ビジネスに全く興味なかったんで、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、話聞いてて、あ指一本だな、みたいな。サービス提供するのは指一本やな、みたいな。今、まあ、指一本のはちょっと大げさですけど、うん、まあ、利益出るなっていう。ね。まあ、あとはその、仕組み、スキームですよね。で、それをしっかりやって、その、全国にそんだけやる、みたいな。まあ、実際ね、 多分僕と久保さんが250億を手に入れることはないじゃないですか。<laughs> 多分250億どうすかね、久保さん。<laughs> 目指してないと思いますけど。まあだから、リラック直営で600店舗やって株売って、そんぐらいね、手に月中したっていう。だそれは多分リアルの事業をやってないと、多分無理なんじゃないかなと思うんですよね。うーん。だからまあ、いろんな考え方があって、いろんなやり方はあると。あなたは何を選びますかと。 で僕はこんなこと言ってますけどリアルテンポは絶対やんないんで <laughs> なぜならば自分の生き方を選んでるんで自分はこういうライフスタイルをしたいであるならばパソコン1台でカメラに向かってしゃべるこんなねこれだけでいいわけですから、まあ、もちろん他に商品作ったり売ったりとかいろいろありますけども、まあ、自分の生き方あー自分はこう行きたいこういうライフスタイルをしたいっていうところに沿って そ,のそれに沿って何か、うん、やればいいんじゃないかなと思います。うん。だからそれがその人の答えじゃないですかね。うん。その人がそう行きたいんだったら、美味しいラーメンを作りたい。すごいホテルを作りたい。うん。それでいいんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。